方に健康で働いてもらうっていうことが大事かと思いますので、健康都市が重要な時期になりますし、3つの、全ての健康づくりメニューについて実施していきます。今年全国各地で開かれ、先日札幌でも開催されたセミナー、そのテーマは健康経営。多くの企業経営者やビジネスマンが参加して、その注目度の高さが伺える。健康経営をやりますと、一番分かりやすいのはやはり体調が良くなって、で特に欠勤などが減ってですね、やっぱり生産性が上がるっていうところが一番分かりやすいところだと思います。健康経営とは、企業が社員の健康と生産性の両方をマネージメントしていこうという経済産業省が提唱する考え方。少子高齢化が進む中、社員を大切な経営資源と捉え、その健康づくりを個人任せではなく経営の重要課題として取り組むという発想だ。全国で今注目の健康経営、その最前線に迫る。地域密着型のコンビニエンスストアを道内外に展開し、社員およそ500人を数えるこの企業、積極的に社員の健康づくりを進め、健康経営に取り組んでいる。人材がその当社にとって一番大切なものと考えておりまして、社員が元気に働けることが会社の生産性向上につながるという考えのもと、心と健康の取り組みを続けております。この企業が健康経営の重点項目としているのは、健康診断とメンタルヘルス。健康診断でしたら、会社負担で法定以上の検査項目を増やしたことと、あと受診率 100% を続けています。若い社員に対してもバリウム検査を受けてもらったり、法定以上の血液検査を受けてもらったりしております。でさらに40歳の社員につきましては、腹部エコー、こちらを取り入れてプラス18項目、項目を増やしたことと、50歳の方については、頭部 MRI、 こちらを含めたプラス28項目の検査を増やしております。メンタルヘルス対策については、まず最初に社内のレイアウト、こちらを見直しました。会社の各フロアのパーテーション、こちらを取り外しまして、コミュニケーション、こちらを取ってもらう工夫をしております。それと昔から取り組み続けているんですけども、社員行事にも力を入れています。毎年1月には新年会で、春には運動会、夏には保養施設でバーベキュー、秋には1泊2日の温泉旅行を実施しています。健康経営セミナーで講演を行ったのは、東京大学特任助教の古井雄二さん。健康経営の普及に取り組む古井さんも、健康づくりは職場環境にプラスの影響を与えると語る。健康経営やってる会社っていうのは、上と下とか、同僚同士の非常にコミュニケーションが良くなってくるんですね。だから健康経営やってる会社っていうのは、大体働きやすい職場環境というのは非常に見えると思います。よく健康経営やってる会社にインタビューに行くとですね、非常に社員の方が、うちの社長はとか、うちの会社は結構いいんだという自慢をされるので、非常に職場の中の雰囲気が良くて、仕事がやりやすいっていうことがあるんじゃないかなと思います。健康経営を進めると、従業員の健康促進や職場の環境改善を通して生産性向上につながると考えられる。しかしそれだけではない。企業として客観的な評価を得て、経営の大きなメリットになる可能性があるという。健康経営がもたらす企業としての客観的評価、そして
経営の大きなメリットとは。2012年の3月ですけれども、これは日本政策投資銀行という財務省の 100% 子会社ですが、そちらの銀行さんと一緒になって、健康づくり、職員の健康づくり一生懸命やってる会社は、なかなかいい会社だ、潰れないだろう、非財務諸表を評価しようということで金利優遇の商品を作っていただきました。今もう何十社か進んでいますが、こういう取り組みが始まりました。実は健康経営に取り組む企業は日本政策投資銀行から認定されると段階的な金利優遇措置を受けることができる。また従業員への健康投資は業績や株価の向上が期待されることから、東京証券取引所などで健康経営に取り組む企業を健康経営銘柄と選定し応援している。健康経営やる起点というのは、まず自らの会社の特徴を知るっていうことだと思います。で、いろんな健康経営をやっている会社さんを見ると、やはり自社がどんな健康課題があって、でどういう取り組みがいいのかなって、非常に分かっていると思います。でそのためには協会憲法さんがやはり検診データを持っていますので、自社がどんな特徴があるかって、よくアドバイスを受けてですね、でそうするとやはり同業他社、同じような業種の会社同士っていうのは大体健康課題が似ていますので、自社でどんな取り組みがやればいいかっていうのは、非常にこう協会憲法さんとか、あるいは商工会議所さんに聞くと政策が分かりますので、そういうアドバイスとか、あるいはそこで提供してくれるツールを使うということがあると思います。具体的に申しますとですね、2つまず基本がありまして、まず健康管理というものが、その健康管理の環境を整備する、体制を作るということが一つ大事であります。でもう一つ健康管理で大事なのはですね、病気になる前の予防というものに、認識いただきたいと思います。協会憲法の北海道支部ですね、支部では今加入者すなわち道民の皆さんの健康づくりのためにですね、北海道と連携をしてですね、健康経営を目指される方、取り組みをされる方をですね、募集しておりまして、その宣言を、健康経営をするという宣言をですね、する企業の、認定をして、そのフォローをするという事業を今展開しております。簡単に申し上げますとですね、事業所は3つの宣言をしていただくということ。1つはですね、保健師のですね、特定保健指導と言われているんですが、特定保健指導を利用しますと。そして健康のための環境整備をしますと。そして3つ目はですね、事業所内でですね、健康づくりの推進を行いますということを3つ宣言していただければですね、そして協会憲法に申し出いただければ、私ども協会憲法ではそれを審査して北海道と連携をしてですね、認定証を差し上げて、そして私どもで広く、ホームページ等でその事業所を公開して、健康づくりに取り組んでもらおうという取り組みでございます。さらに道内の地域経済にプラスの可能性を持つと、健康経営に注目する北海道商工会議所連合会では研究会を立ち上げている。中小企業でですね、今健康の問題が非常に大きく取り上げられているというようなところで、一つには生産性の向上、また地域へですね、新しい健康に関するビジネスを定着させたいというようなことで研究会を発足して活動を始めたところです。また健康な方はですね、60、65歳で辞めていたようなお仕事をさらに長くしていただくことで、まず第一には人材不足の問題に、生産性向上の問題に取り組んでいきたいと。またもう一方で健康に関する
健康なお弁当でありましたり、年配の方が集まるような娯楽施設というようなところを新しいビジネスとしてですね、地域にさらに定着させていくことができればというふうに思います。健康はこれから少子高齢化に向かってどんどん一方で健康のキーワードということは問題が大きくなっていくと思いますので、中小企業はなかなかそういったことに取り組むことができてないような企業さんに対してですね、商工会議所は道内に6万5000の会員さんがいらっしゃいますので、そういった方々の経営のサポートをするためにですね、精一杯の取り組みをしていきたいというふうに考えております。従業員の健康増進、生産性の向上、さらに地域経済に貢献する可能性を持つ取り組みが健康経営だ。社員の健康とかですね、そういうものを会社が気をつけているということが、会社の PR にもなりますし、もちろん働きやすい、そういうことによって生産性も上がりますし、それでいいなと思って聞いてました。健康経営で、自分も仕事の中で使えるところがいっぱいあったんで、すごくいいなと思いました。今後、健康づくりが経営に欠かせないと考える企業が北海道でも注目を集めそうだ。やはり健康経営をやる会社っていうのは、攻めの取り組みというか、どちらかというと、会社の社員の方に投資をするっていう姿勢が非常にあるので、やっぱり新しいことにチャレンジをする、非常にこう前向きな働きやすい環境になるんではないかなというふうに思います。